れさいくらぐらいもらえるんですか、見てるだけで。大体1時間で私のトリプルは5000円ぐらい。うん、見て1時間見てるだけで5000円もらえるからな、めっちゃいいやん。ホテルの部屋入ってからもうカウントされてるんで。その MO は全裸なんです。もうプレイ中です。もう完全全裸なんだ、ビンビンで。もう女王様とか釣り番つけてたりしてる。わかるよ。すごい。ペニバンつけてんだって、女王様。ペニバンつけたことある人？ないよ。でも今みんな上げる感じ、上げない感じみたいになってたよな。なんでペニバンみんな当然のように知ってんの？どこで覚えたペニバン？え、バンザーって何？野菜とノンケ向け、女性向け、オールジャン、俺知らんわ。私ゲイモノはないんやろな。でも多分ありますよ。そう、俺知らんわ。ファンザ調べとこう。え、どこで覚えたん？ペニバン。でもやっぱファンザとかですかね。え、みんな何、女子はファンザばっか見てるの？夜深いのもさんが舐めてたよ。誰誰が舐めてたの？ラッパー、ラッパー。そう、ラッパーがペニバンを舐めてたの。なんか PR で舐めてた。ほんで動画サイト。そうやん、みんななんか適当に合わせてんねやろ。でも最近のさ動画サイト面白いよな。ポルノハブとかでもカップルでやってるよね。流行ってますね。流行ってるよね。 YouTuber みたいな感じでカップルで SM とかやってたりするから、うん、すごい見ちゃう。カップルだからもう好き放題やってお金もらえるだけだもん。そう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 、本当にカップルで YouTuber みたいにエッチなことするの。まあ嫌ってならないもんね。でも俺そっちの方がなんか最近興奮するの。やっぱもうカップルなんだってなんかYouTuber 撮影しようなんだみたいな、なんかリアルな感じして。そう、やっぱもうね AV として作成されてるものでは物足りない。やっぱさ、もうここだよ。そうだね、頭でもう興奮しちゃう。だからやっぱ小説になるんじゃない。行き過ぎるとやっぱそういう SM とかにハマっていって、そういう小説の延長のものを再現したりして、もう やられたいみたいな。みんなのアルバイト。それだんだん女王様とか見てて、逆に MO とか見ててこっちも M な感じになってきたりしないんですか？なんか相当すごいことやってそうだよね。何をやってるんですか？でも大体その無視で叩いてるだけですか？教えてほしいよね、やってることを。女王様がやってること。じゃあペニバンも使っちゃうんですか？ペニバンで何するんですか？あんたに入れるんですか？そんな普通に聞くな。普通に聞いてんじゃねえ。普通に聞くやろ。めっちゃ面白かった、ね、そんな仕事があるんだって、バイトがあるんだって。見に行きたい。ちょっと私もね、次からは覗き人として。大変ですけど、なんか見るのがですか？女王様の黄金とか散乱してます。黄金ってうんこ？そう。女王様のうんこ？どういうこと？女王様がうんこ漏らしちゃうんですか？だから食べさすんじゃん。口を上からやるんですよ。しゃがんで、女王様が怒って女王様すごいタイミングよく過ぎない？そうだよね。俺もうんこ出せって言われて、ちょうど今トイレ行きたかったのよ。黄金が欲しい人は結構事前に予約をしたり、女王様は貯めとくの。出るようにトイレ行きたくても行かないんだ。そうそうそう、女王様の方が圧倒的に大変じゃない？絶対嫌だよね、人の形の心配しとんちゃうね今。いや形の頃じゃないだろ。だってさ、受けたい人だ、ちょっと固めが良かったなみたいな思うかもしんないじゃん。そうだよ、ないって。今日はやらけよっつって。めっちゃ恥ずかしくない？人にある見せるってめっちゃ恥ずかしいからね。そっちねえ。うしかもそれうんこするって、なんか自分のパップンしてるとこ見られたことある？ないよね。最後にプッとか言うんだよ。だって無理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 、それ自体がまさに羞恥心よ。口の周りがうんちゃんだらけ。臭い？臭いでも入った瞬間にうっって感じを。まあ見たくねえわ。もうちょっといいな。もういいわ。やっぱりやめとこうかな。思った以上にちょっと大変そうだわ。全部敷いてホテルの中、もう本当歩けないのでこんな感じで。相当溜めてる。え、そこら辺うんこまみれってこと？どういう感じで噴射してんすか？噴射してんじゃないですか？プシャーって。だからもうさ、うんこのオプションが入ってたのに今日止めるの忘れたっていう人は干潮してギリギリまで行って女王様なのに。
このオス野郎うんこするぞって言ってなるはやでうんこするんじゃない。いやなんかそういう時はちょっとなんか覗きは今日はうんちが入ってるからやめとこうとかって。ちょっと嫌やな。うんこは嫌やな。うんこの日の方が高いとかはないんですか。ありますよ。起きてるんだ。あ、そうなんだ。それ見るのもちょっと延長になるんで、やっぱりこうお掃除手伝った。やだ、お掃除手伝いたくない。大変です。うんこ触ったことある人おる？これ犬のしか犬のは確かにある。犬のはでも犬のも人間のも変わらんって、うん、そうなの、食べてるものが違うもん、ね、でも肉食やで犬も。いや犬のうんこ嫌い。うさぎのうんこ触れるけど。うさぎのうんこ触れるの生の手で、うん、なんでうさぎのうんこ触る。私うさぎを飼いよって、うん、掃除するだけもうめんどくさいね。でもうやっぱどうやってするんだ。丸いやつちゃうの。コロ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 、うん、あほんまそれで言ったら亀のうんこ触れる。草食べてるからなあいつら。ちょっとおやつみたいな見えるから、うん、チョコレートボールみたいな。俺だって小さい頃おじいちゃんがこんなチョコレートのお菓子持ってきてくれ、うん、うさぎのうんこやから食べなって言っていつも食べてた。うさぎのうんこと思いながら食べてた。俺その頃にスカトロしててんだから。え？うさぎのうんこやと思ってそのお菓子食べてたから俺はもうその当時からもうやってたんだね。うん、5歳の5歳の時にやめろ手届かないけど。いや面白かった。すごいハード、うん、思ったよりハード。俺今からおにぎり食うっていうのにね。確かにこんな話をしてでも楽しかったです。めっちゃ楽しかった、うん、ありがとうございます。